千葉県印西市の古道と道標シリーズ、その8の今回は、小林地区の約 8km を江戸時代からの古道を使って歩いてみました。昔、伊勢ヶ海という相撲取りがいてな、ある年のこと、成田さんさ、参拝に来た途中、小林新田地とごんで、雨にかかっちゃってな、名主どんとこっさ、やっけいになったんだわ。ところがよ、いくら手を尽くしても、雨は悪くなる一方で、とうとう、亡くなっちゃっただと。そんで亡くなる時に、どうも長らくやっけいになりやした、旅先で死ぬのは残念でしょんねえけんど、これも運命だっぺ、このご恩は決して忘れんねと言っても、何のご恩返しもできねえから、せめてわしの墓建てて供養して食ったら風邪や咳を治してやんべ。そう言って息引き取っただと。村ん人はかわいそうな今相撲取りを街道のそばに墓を建てて年頃に葬ってやっただと。そんでな、村ん人が風邪にかかったり咳が出て困った時、この墓にお茶をあげっと、不思議によく治っただと。きっと死ぬ時の約束守っただわな。この話がいつとはなしに人柄人に伝わってよ、この近所の人ばっけじゃなく、よその村からもお参りに来るようになって、誰言うとなぐ咳止めの墓って呼ぶようになったんだってよ。ずいぶん栄えたらしいよ。ところが何かの訳あってその墓
違うところさ移したんだってよ。その後は移した墓もどうなっちまったが。でもよ、こん村じゃ墓がなくても盆が来っとよ。みんな伊勢墓の盆だなんて自分の家の門っとこんさ花だのお茶だのあげて供養する習わしになってんだよ今でもよ。Thank you.